こんにちは、マピー会長です。今回は東海に泊まり、いつ買います。先に言っておきます。今日は滑舌がめちゃくちゃ悪い。今の滑舌っていうのも滑舌みたいな感じになってて、最初の挨拶にお疲れ様ですって言ってると思うんですけど、このお疲れ様ですって今綺麗に言えてるけど、100回ぐらいやって全然しっくりこなかったので、こんにちはに変えました。もう今言ってみよっか。お疲れ様です。ほらね、ほんと完全滑舌が悪すぎるっていうことなんで、今日はね、そんな滑舌悪い中で何を使っていくんでしたっけ。そう、東海エントマリーです。2019年最後の超ゴマにふさわしい性能をしてます。エントマリーは進化と東海があって、今回使うのは東海でね、東海の方が評価が高いです。はっきり言って東海の方が強いと思うんですが、個人的にはなんか将来性があったり、あとなんだろうな、興味深いっていう意味で進化の方が好きなんですよ。なんで東海で排出されてすごい嬉しいです。もう今の排出の言い方もちょっと怪しかったけど、はい、東海で排出されてスキルマックスの状態でこのまま紹介して、でさらに進化の動画も出せるっていうことなんでね、進化の動画を出した後は進化を堪能できるということなので、で今回は東海を使っていきます。性能がこちらですね。もう一目見ればわかります。強いです。スキルもコンボスキルも特殊で、その内容も強力ということでですね、ただ発動条件があるので気をつけてくださいというものなんですけども、スキルが自分のデッキのコマが全て魔属性の時に発動できます。盤面になっている表になっている2ターンの間発動するというスキルで、盤面の相手のキャラゴマ1枚につき 2% 削りますと。で 8.5% 削れて、それが2ターン続くんですよ。でコンボスキルが4000のライフバーストということなんで、このスキルは 8.5% を2回与えられる、つまりは 17% 削れます。最大で 17% 削れるだけで強くて、でこの上がり幅もいいですね。 2% ずつということは、相手のキャラコマが5枚の状態で 8.5% で、それ2ターンすることで 17% 狙えますと。で、5枚なくても打っちゃっていいと思ってて、3枚の状態でも 6% 削れて、で相手のターンの時にキャラコマが増えて、でその次のターンで 8% で特殊ダメージ出せるということなんで、もう 3% というか 3% じゃないな、相手のキャラゴマが3体の時に出すぐらいでも全然強いのかなと。で4体の時に出したら 8% 削った後に相手キャラゴマを置いて 8.5% で 16.5% 削れるので、割とね、なんか終盤に出さなくても強いコマなのかなと思ってて、で終盤に出したら出したでコンボスキルの4000ライフバーストが光るっていうね、なかなかにこう中盤から終盤にかけて無双の強さを起こっているんじゃないかなと思ってます。で今回使うのは吉野リーダーのマタンデッキなんですが、 S ゴマがこれ殺意の塊ですね。これね、どういう S 枠かというとですね、まず吉野を初手出しすることによって 17% 削ります。でヒナイクル出して 12% 削って、でエントマリー出して 17% 削って、最後にサタンを出して 18% 削る。で今17、12、17、18ということなので、合計で64ということで、今回はね64マタン 64% を削るマタンデッキですまあ実際にやってみたらそんなに手駒回らないかもしれないし、相手のキャラ駒がそんなに回る前にもう終わらせてしまう時があると思うんですよ。もうなんか 64% 削りに行こうとしている段階で、相手の HP 虫の息になってるんで、 64% も1試合の中で削るっていうのはなかなか見られないとは思うんですけど、まあ、理論上 64% 削れますよっていう、そういうデッキでございます。ということでやっていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。ランリーダー、はいはいはい、あーなるほど、24000ってことは混合の S 多そうかな、それか竜ゴマもありそうですね。なるほど、昔ながらのラン混合って感じですね。アズリエルとかドロメドとか入ってるかなと思ったけど、昔ながらでもないっていう初手からイザベラ強いですね。まあまあまあいいでしょう。まあ一回ね、こっちはマタンデッキで吉野リーダーということなんで、やることはただ一つ、真実はいつも吉野初手出しと。吉野初手出しして、ただ X 字が怖い。前動画で紹介したような X 値されると嫌なんですけど、アズ X が来る。あー、アズ死打ちだったわ。ちょっと音声認識すごかったね、今。アズ死打ち来ましたと。まあ、X には来なかったけど、これは美味しいですね。まあ、イベッティング先生置くか。イベッティング先生置いといてよいしょ。いや、ほんと今日滑舌も悪ければね、言ってなかったけど喉も痛いっていうね、もう本当にコンディション悪い状況でお送りしているんですが、もう冬が嫌いですもん。なんかこの喉も痛いのもあれだし、滑舌悪いのは関係ないかもしれないけど、もう全部冬のせいにします。なんでかというと寒いし、あ、なるほど、ここエンデカ切ってくるのか。あー、待って、これどうしよう。アルカード、フルーファーのどっちか打つ？いや、アルカードこれ、そうだな、D に打とう。D に打って、ここですね、ここ打ってね、E6 誘って、3手先で F3 にテラナ打って、イベ返し狙っていきましょう。そう、冬嫌いなんですよ、寒いし、寒いにしてもね、なんか、着込めば大丈夫っていう人たまにいるんですけど、
着込むのがまず嫌なんですよ。ヒートテック着てシャツ着てコート着てジャンパー着てみたいなね、その動作がめんどくさい。そして何よりもね、冬の嫌いなところはね、もう間違いなくリア充イベントが多すぎる。クリスマスにしろなんだバレンタインにしろね、本当リア充イベント多すぎてね、もうやってらんないですね。ってことで、街中にいるカップルはね、明日からもう兄弟という風に私は脳内変換していきたいと思います。さあ、このフルーファーに対してちょっと待って、まあ消されないとは思ったけどさ、貫通と普通に痛いですね。リューマスやばい。ただ、いや待てよ、これ守護者だろ。守護者打った。一回これちょっと、いやちょっとやべえな。一回これちょっと、リーラのコンボ防ぐか。あ、オッケーオッケー、エントまで引いていくと。よし、こっち打とう。こっち打って、リーラのコンボ防ぎつつ、エンデガのコンボに対してフルーファーが発動するような立ち回りですね。さあ、多分ね、ジェイン持ってたら今のでジェイン打ってる。だからジェイン持ってない。アラジンが怖い。アラジェンが怖いけど、オッケー、悩んでるから大丈夫だろ。大丈夫、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 大丈夫。大丈夫。ドロメダか。いや、でも関係ない関係ない。ドロメダだったらぶっ飛ばせるぞ。相手のキャラゴマは ?5 枚。OK。で、ライフバースト、これ4000なんで、この段階で3250ぐらい出るんでね。OKOK。で、これカットされても全然いけますよ。いけ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 、サタン、いけいけ、お前ら、お前ら頑張れ。よし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 、今回 64% デッキ、S 枠全部、毒呪い吸収どころか、もう、おお、殺意の塊、よし、暗黒狩りじゃーオッケー、これ暗黒倒すぞ、またんで。いや、ほんとね、なんだ、毒呪い吸収、で、吸収が多いデッキは、アリーナに全然刺さらないんですけど、今回は吉野リーダーで勝つ、残りの S 枠も全部、特殊デッキなんでね、これは、殺意を持って押し潰すしかない。とはいえですよ、全然油断できない。もう竜林からの捕食連打だけでもね、ゾンビみたいなデッキなんで、しっかりとここでゾンビ狩りですね。はいはいはい、ウォーキング出てやっていきましょう。さあ、ここは春打っちゃって、オーバーリアクション OK。 あえて初手ガラン切ったか。で、このガランも 1.2 倍しか出せてないんで、多分これは竜林引いてますね。まあでも竜林か激林のどっちか引いてると、まあ、全然もうそれは許容しましょうと思ったけど、全然引いてなかった。シェンベイか、ミカル2番目。シェンベイだと思うな、あれ。シェンベイ説濃厚ですね。いらっしゃいませ。はい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 。いや、一番右か。あ、どっちだっけ、ガランどっちが切ったっけ、お前忘れてたけど、ただ、これ完全始まったぞ、俺の手が。どうしようかな。リリーシャスか。リリーシャって、よいしょ。オッケーオッケーオッケー。とりあえず C に来るっしょ。で、ここで、相手今ガラン切ってるんでね。で、竜輪も腫れてないと。で、HP がただただ削れていくと。ただ、相手のキャラゴマがないと、このエントマリって火力出せないんですよ。だから、あくまで、通常進行でいきます。で、どっかで隙を見て、エントマリ打ってからのサタンで、うん。ぶっ倒す。おー、待って。そこに竜輪か。そこに竜輪か。なるほどな。まあまあまあ、でもこれ共有ですね。いらっしゃいませ。コンボ 1.6 なんでね。で、ここはもうひなやく、よいしょ。ひなやくろぶん投げて、よいしょ。ひなやくろぶん投げて、相手今オーラ引いてないですよ。オーラも激鱗も腫れてないので、あと4ターンぐらいは耐えれると思います。なんで、次のターンで A2 に打ってから D5 にエントマリー打ってサタンでぶっ倒します。 OK、 よしよし、カマンカマンカマン、 OK、 はいはいはい。まあ竜輪切ってもいいけどね。なるほど、若干めんどいが、まあここヒスよしよしよいしょ、あ、よいしょ、 OK。 いやでも C1 でもいいな、これ。 C1 でもいいや。どうせ捕食されるかな、どうしようかな。この竜輪が鬱陶しいですね。竜輪鬱陶しいんで消してもいいですね。どっちか引き相手の打つ駒、これ D5 か。よしよしよし、やめてよやめてよ。あ、英語ってから D5 の方がいいな、多分その方がいいな。あ、待って、ちょっと、いや、考え、かわって、これ考えるな。いや、意外と難しいな。英語ってから D5 だとどうなる。でもここ D5 でもいいのか、いいよな。いや、打とう。 D5 っちゃっていいや。よし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 、相手のキャラゴマが増えてるときにこれ打っちゃって、で、次のターンで相手のキャラゴマ5枚になるんで、8.5% 削れるんで。で、呪い入ると。よしよしよし。オッケー、今どんぐらい出た？あ、オッケー。だいたいわかった。はい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 。あ、オッケー、捕食来ると。まだ飛ばないかな、それだと。まだ飛ばせないはずなんで、こっちからね。こっちからまだ飛ばないんで。オッケー、テラナ。で、相手貫通切ったんで、ここは。もう、こいつ。で、ブライダルアメリアがあったらやばい。ただここでしっかり2ターン分の火力出せたのでかい。相手の HP 全然これ回復できてないんでね。で、リムタも切ったと。激アツ。さあどうする。これ E6 来るか。E6 来た段階でミサトのこの2枚返しで火力出せるんでね。さあどうする。で、相手のキャラも1234。で、次で5。17.5% 出せる。48の4200。2枚返し6200。OK。
大体分かった。で、呪いで700入ってる状況なんでね。6900。OK、OK、OK、来た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 勝った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 勝ちだ、これは。これは勝った。コモのライフ場も、地面に結構軽く出るんでね。OK、OK、OK。これ、ライフ場だけでも割と軽く出るんですよ。今多分1600、いや、1500は出るか、最低でも。行こう。よっしゃ。コマ投げだけど勝った。あ、1500も出なかったか。まあまあ、十分軽く出ましたね。よし。気持ちがいい。滑舌悪いけど、楽しかったです。ありがとうございます。はい、対戦よろしくお願いします。マフィリアリーダー、これはマタン対決なんですけど、罠ゴマ打たれたら嫌ですね。あの、特殊ダメージで攻めるデッキなんでね、うちは毒とか呪いがないので、あの、相手を妨害する手段は少ないんですよ。なんでマフィリア対面は正直渋いところはあるが、まあ、一回ここは吉野打っちゃってよいしょ。で、この先行引いてるんでね、2手目のハロカードでフェリアを送らせることはできるんですけど、どうしようかな。一回これは引き見てから考えたいですね。あ、フルーファー、オッケーオッケー。これフルーファー風車にしよう。よいしょ。ここ置いとくだけでね、もう仕事しまくるんで、こいつは。で、ワンチャンこのフルーファーを返してくれたら美味しいが、どうするか。まあまあ返さないと、全然これでも OK ですね。はい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 。デトリーノ先生。さあ、こっから1200の毒の応酬がやってくると。なかなか渋いけど、これイベッティング先生置いちゃってよいしょ。お返しですわと。はい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 。さっきはランに勝って、ランからフィリアと飛び級の対面となっているが、テコマロック。さあ、これテコマロックでテコマロック出てる可能性は全然あるよ。今、ハロカード引いてるんでね。よいしょ。あー、オッケーオッケーオッケー。いいですね。これでベルゼブブを置かせないと。よいしょ。魔性の赤眼。赤目。で、最初 17% 削って、これエントマリー引いてる。エントマリーこれ打っちゃっていい。これでハロカード出たんで、あって多分ワロコマ切れないんですよ。オッケー、ブランジェットと。はい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 。はい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 。魂で干渉します。なんで、こっちイベッティング先生置いてあるんでね。さあ、相手にテコマロック切らせた上で、ここでエントマリー打っちゃいましょう。オッケーオッケーオッケー。エンマリして、エンマリ、エンマリ、魔中蹂躙、オーケー。で、ここで打っても、6% 削りの次のターンで、相手のキャラゴマが増えて 8% 削れると。なんで 14% 削れます。十分ですね。はいはいはい、はい、イベッティング。ちょっと待って、これ、どうしようかな。消してもいいな。消してもいい。消そう。消します、これは。消し消し。で、呪いは？はい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 。これは、ロックされて春出して勝ちたいんで、もう、ゴリし、ゴリします、よいしょ。で、こっちのキャラゴマ4枚しかないんでね。で、イベッティング先生もあるんで。あ、しゃ、あ、いけいけいけ。さあ、どうする？もう勝ち筋ないやろ、これ。もう、いや、あるか。ロックされて、何が出たらまずいんだ。翡翠か。ブランジャットか。夏ブラ引いたらやばいんか。オッケーオッケー。サタンは、これ特殊入る前にね、勝てるんで。オッケーオッケーオッケー。あ、しゃ、あ、しゃ、あ、しゃ、イベッティング先生あるんでね。あ、しゃ、あ、しゃ、あ、しゃ、あ、しゃ。まぁ、ちょっと手ごわり良かったんですけど、確実にスキルのコンボスキルでも、この削りの部分でね、エントマリーが強かったですね。ありがとうございました。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。エントマリー使ってみたんですが、かなり強いと思います。相手のキャラゴマが3枚の状態で打っても 6% からの次のターンの相手のキャラゴマが、含めて 8% 削れると、まあ、ただ3枚の状態で相手のキャラゴマを消して打った場合は、その次のターンも 6% になってしまうので、使い勝手としてはちゃんと盤面を見る必要があるんですけど、まあ、十分ね、性能としては強いです。コンボスキルもライフバーストですし、そのライフバーストの値も4000ということなので、こういう、なんだろうな、相手のキャラゴマ1枚につきパーセンテージが上がっていくっていう、まあ、サタンとか、あとはサキュバスのコンボスキルとか、そういう困って相手のキャラゴマが少ないというか、まあ速攻竜ですね、速攻竜とか速攻系のデッキ相手では盤面にキャラゴマがなかなか出なかったりするので弱いところあるんですけど、エントマリーに関してはコンボが4000のライフバーストなので、スキルというよりかはコンボで軽く狙っていけるというのは悪くないんじゃないかなと。ってなった時に、まあ、弱点なさそう、うん、なんか耐久相手でもスキルの火力普通に出せるし、対面として腐るところがなかなかないですね。なんでマタンデッキに1枚入れておいていいと思います。で、枠としてはアレスか、あとはヒナイクロ、マタンデッキにヒナイクロもしくはアレス入れてるといると思うんですけど、この枠になってくるのかなと思います。うん、まあ、両方入れてもいいとは思うんですけど、やっぱりこうスキル、コンボスキル、特殊ダメージっていうのがなんか役割として被るし、あとシンカーレスと同じようなね、継続スキルっていうのもありますし、でヒナイクロの方がまあすぐ出せるところはあるけど、ヒナイクロってちょっとパッとしないところがあってね、 12% が物足りないところもあるので、人によっては入れてない人もいると思います。なんでヒナイクロ、シンカーレス、エントマリ、この3体の中から好きなコマを、まあ、1枚2枚入れていくっていうのがいいんじゃないかなと思いました。ということでね、今回この辺で終わります。まあ、このエントマリー、一応今回動画にこうやって残ってるんで、あ、これいいなって思った人は、うん、入れてみてもいいと思います。ということで、まあ、いろいろとね、なんだろう、百聞は一見にしかずとも言いますし、使ってみてっていうところもあると思うんですが、まあ、ぜひですね、エントマリー持ってる人は使ってみてください。ということで、今回この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。